皆さんこんにちは、みずきあの青色 TV、 イエーイ、始まりました。今日はカムサハムニダな商品です。はい、今日はちょっとわからなかったな。韓国のスタイルコリアンで購入した商品です。じゃあ一つずつ、紹介していきたいと思います。じゃあまず一つ目にこちら、じゃん。かわいいやろ。なんかさ、ちょっとさ、おしゃんなさ、鏡みたいな感じじゃない？鍵やねん、ここ。めっちゃかわいくない？ 3CE の、3コンセプトアイズの、ピンクブティックバブルファームクレンザーです。はい、このピンクブティックが、これ読めへんくってちょっと調べました。ブティックがわからんくって。で、元の値段が1980円にんけど、今、11月、13日見た時は1670円に値下がりとかもしてて、はい、もうめちゃめちゃおすすめです。でこれはクレンザーといって、バブルクレンジングで、顔のメイク落としとかのやつで、朝のメイクが楽しみになるバブルフォームクレンジング、デイリーケアのアイテム、毎日のケアにもいいし、毛穴のメイクもすっきり、毛穴もめちゃめちゃすっきりします。でベビーパウダーの香りで、なんか甘いとかっていうよりはちょっとベビーな感じの、こうパウダーっぽい匂いがします。で老廃物とかもしっかり洗い流してくれる商品です。まあ、ちょっと中とか見たいと思うんでみんなに見せます。こんな感じ、ボン、結構でかくない？こう中に入ってるのが 160ml で、これな、このちょっとだけな、出すな、薄いピンク色やねんな。この中もちょっとピンクっぽい色で、すごい可愛いです。うん、ベビーパウダーっぽい匂いがする。ほんまにこの匂いはベビーパウダー、ベビーパウダーです。まあちょっとこういうね、韓国のものってさ、こういうものでもインスタ映えするからすごいよな。そう、今流行りのインスタ映え、うん、まあぜひこれな、使ってみたらほんまにこうきめ細かく洗い流してくれる、なんてやろな、クレンジングがすごく、なんてやろ、もう気持ちいい。終わってからもうなんか、なんてやろ、ベタベタ感とかも全然ないし、ヌルヌル感もないし、すごい綺麗に落としてくれて、すっきりするし、ね、メイクもしっかり、ラメとかも落としてくれるから、マジでおすすめです。じゃあ、次行きましょう。はい、次はこちらです。じゃーん、これはエイプリルスキンのフィキシングティントピーチクラッシュです。色がピーチクラッシュっていう色なんかな。で元々の値段が1950円やけど、今の段階では1170円にまで下がっていました。素晴らしい、めっちゃ安ない？でこれなんでこれにしたんかって思ってもいいけど、もうこれすっごいねん。まず3カラーがあって、まあ、これと他にもあと2色あって、んで長い持続力、めちゃめちゃ持つ、唇がリップがやな。で強い密着力で、もう全然落ちひんくて、こんな感じの色を今買ってんけど、ちょっとピンクっぽい色で、これな、塗るとマジで一日中落ちひんってぐらい落ちひん。ちょっとつけてみようかな。で落ちひんし、すごいちゃんとつくねんや。もう唇塗ったところは塗ったっていう風にすごいわかるぐらいちゃんとつく。でコップとかティッシュとか何食べてもつかへん。もう本物おすすめ。ちょっと待ってな。はい、ちょっと唇のリップを落としてきました。じゃあ早速ちょっとこのエイプリルスキンのリップを塗っていこうと思います。やっぱ、まあ、色もわからんと思うし。じゃあ塗ります。こんな感じで、すごく、なんか、なんやろな、しっとり、密着ってぐらい、密着されてる感じです。可愛くない？この色。で、ちょっと、乾かします。待ってな。で、ある程度乾かしたら、ちょっとティッシュオフします。ほら、すっごい、なんやろな、なんか、密着してて、この密着力がすごいねんけど、帰ってやったら、ほら、上と下がこう密着されるぐらい、こう密着力がすごいです。あ、もういけるかも。これ、もうここ、こんなに結構なんか唇ついてるやん。リップが。でも、一切つかへんねん。これほんまに。こんなにやっても、ほら、
何にも使えへんねん。すごないこれ。そう、これがエイプリルスキンのリップです。そしてエイプリルスキンまだあります。次はこちら、じゃーん、エイプリルスキンのフィキシングシールドセットアイ&リップです。こっちがアイでこっちがリップで、このアイシールド、こっちは目のやっちゃいねんけど、アイメイクの上から塗ると完全に密着しカラーを保つトップコートみたいな感じで、こっちのリップの方が、リップ製品と混ざらない特別なオイルがリップにコーティングで、広がらんとちゃんと防いでくれてベタつかへんジェルで、椿オイル、ローズヒップの実オイル、アボカドオイルとかで、そういうのが含まれてるからリップも保つし、しかもあと栄養をここから与えてくれるらしい。これほんまにすごいね。このエイプリルスキンのアイシールドは眉毛とかアイシャドウとか、このまま眉毛今メイクしたままやし、ここシャドウも塗ってんねんけど、この開けるとちょっとほらネイルみたいな感じになってて、下がこの筆っぽくなってるんですよ。でこのまま眉毛にこうやってブワーって塗ってもらったり、アイメイクにバーって塗って、ほんなら全然落ちひんねん。マジですごいおすすめです。だからこすったりしても、今ちょっとあの10秒乾かすことが大事で、このアイシールドとこっちのリップもあんねんけど、リップもこのエイプリルスキンの今リップ塗ってんねんけど、まあ、その上からこっちを塗ってもらって、こんな感じでジェルになってます。であとは手とかで伸ばして、すっごい栄養たっぷりなプルプルな感じで塗れてます。ほらこうやって塗ってんねんけど全然広がったりもしひんし、でまあこれで10秒待ちます。ほんならこっちも突っ張り感もなく乾いて、まあ、これで汗とかかいても全然落ちひんくなる。で、こっちのリップの方は10秒経ったかな。ちょっと待ってや。うん、経ってる。リップの方はリップの方で、さっきのこっちのリップの方はこう密着がある、すごいちょっとパッみたいな感じの商品やってんけど、こっちはすっごいサラサラしてて、あれ？まだなんか、まだあれ、リップつくんちゃうみたいな。気になるぐらい、ほんまにすっごいサラサラ感、ジェルのこのなんていうのな、ベタつかん感じがめちゃめちゃ気持ちいいです。んでマジで一日中取れへんぐらい、まあ効果は人それぞれやねんけど、ほんまに取れないです。これはすごいおすすめの商品です。こちらは4000円が、今は2400円ぐらいになってました。ぜひ見てほしい。で次にこちら、これはエイプリルスキンのピンキーピギー炭酸パック&ピンキービギーコラーゲンパック。こっちの白い方が炭酸パックで、こっちがピンキービギーのコラーゲンパックになってて、炭酸パックとかこの2つは結構いろんな YouTuber さんも紹介してるねんけど、炭酸パックになんねん、これなんかポポーってなって、まあ、これはまた別の動画でやろうと思うんだけど、炭酸パックにもなるし、でこっちはコラーゲンパックで、炭酸パック終わった後にコラーゲン塗るとすっごいプルップルした、もう毛穴も取れてめっちゃ綺麗な肌になります。まあ、これやってみてんけど、もうすっごい今日のハリ感違うし、プロプロやし、もうほんまにおすすめです。でこの商品が、6600円から今3600円になってて、この2つで3600円って割安ない。まあ、ぜひスタイルコリア見てみてください。で次にこちらです。これめっちゃ面白くない？こちらはドクターワンダーのワニフットパックって言って、1600円が今1200円ぐらいになってました。まあ、日によって結構値段の、違いがあるんで、まあ、それはぜひみんな見ていただいて、でこれは足の匂いとか、あと角質とか、削らないで綺麗にケアができるんですよ。で実際にちょっとやってみないとわからん部分もあるんで、これもまた別の動画でやりたいと思います。すごない？こんな風に足が綺麗になるみたいです。で最後にこちら、じゃん、ヘイミッシュのブリックブラウンで、このちょっとブリックっていう字もな、読めへんくてな、このブリックちゃんと調べました。でニューアイパレットです。ヘイミッシュのアイパレットはいろいろ持ってんねんけど、また新しいのが出たということでね、ぜひ紹介させていただきます。でこちらは元の値段が3600円やけど、まあ、今段階2800円ぐらいになってました。で今回はこんな風に茶色のパレットになってて、すっごい可愛い
ちょっとミルクチョコレートなイメージ、ミルクチョコレートなイメージです。で、開けてみるとじゃーん、こんな感じで 1,2,3,4,5,6,7,8 8個のパレットです。で、ピュアな輝きと発色の綺麗なカラーのアイシャドウパレットで8色で組み合わせ自由で、もうほんまにこのこうなんていう 1,2,3,4 使うとか 1,2,3,4 使うとか、もういろんな組み合わせがあって、で4つ使うんじゃなくて2個だけでもほんまにいろんな可愛くできるので、すっごいおすすめで、これラメもマジできめ細かいし、でそのきめ細かいって言ってもいろんなラメの種類があって、こっちはすっごいギラギラしたラメとか、ちょっとほんのりしたラメとか、そういろいろあんねんけど、まあそういうラメの感じとかも楽しめるし、もう手に軽くポンってつけるだけでこんなにもラメがつきます。もうラメの持ちもすごいし、でなおかつ全然塗らんでもすごいキラッキラするし、組み合わせ自由やし、もうぜひいろんなメイクとか、今も秋今ぐらいから冬ぐらいまでもう使いまくれると思うので、ぜひ皆さんもこちらの方チェックしてみてください。筆の方もこんな風になってて、右と左であって、これもまた気持ちいいからね、はい、試してみてください。というこんだけの商品でした。ぜひ皆さんもスタイルコリアンの、商品見てみてください。値下げとかはその日とかセールのなんていうのな、こう期間とかでまたこう上げ下げが激しくなってるんやけど、まあ、元の値段からもすごい安くなったりするので、スタイルコリアンでぜひ皆さんも好きなものを見つけてみてください。見つめてみてくださいっておかしいな見つけてみてください。青が今回買ったおすすめ商品もいっぱいあるんですけど、参考に買ってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。気になる方は下の概要欄の方に URL など貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。それではまたねー。